慶光市は中華人民共和国雲南省。C3 パンナ大族自治州に位置する研究市同州主府の所在地である。イニシエより中国大族の中心地として栄え、近年東南アジア諸国との国境貿易でも発展している。C3 パンナが佐空港雲南省最南部に位置し、東は老県、工場県、西は海県、北はプーアル市と接し、 南はミャンマーと国境を接する。市面積の95%は山林で農地面積は5%である。市内を管理するメコンガー流域の低地部では熱帯性の湿潤な気候で夏が長く冬はない。高地では気候が変化する。隣接するラオスやタイ、ミャンマーなどの山岳地帯と似たような気候。 慶光市の養並木の道路全館の時代には、アイローの地と呼ばれ、五漢の時代には一時、英将軍に属した。東大には、南昇の銀星節土士が支配する棒の道に属した。宋大には大理国の支配地となったが、大族主張が独立して、を立てた。この大族の王国は現代には、トールサ里軍民総監府、秋世に来る里、戦意師が設置されて、 中央王朝の間接支配を受けた。1929年に初めて県が設置された。1950年2月に人民解放軍が入場して、車里県となったが、1953年にサンパンナ大族自治州が成立して、大族の自治が認められた。1958年初めて警告県と命名され、1993年、 傾向詩が成立。傾向詩は、族を主体とする多民族区域で、2002年の総人口37万人のうち少数、民族人口が249,721人で、総人口の67.27%を占める。そのうち大族が、全死人口の35%を占める、最大民族である。漢族は121,511人で、 総人口の32.73%となる。国営農場では、ゴムやプーアルチャ、コーヒーなどの経済作物を栽培している。1954年に、初めてショーとコンメイトを結ぶ国道が開通し、1965年にはメコンガー大橋が開通した。1990年にはシーサンパン長崎空港が開港、コンメイトは45分で連絡され、 1995年には外国航空会社による国際線も就航している。大族園にあるマンチュンマンデラ、大族王公の火炎であったマンテン公園や少数、民族の株などが披露される民族不税園、野生像の保護区である野造国、パンナサル山、熱帯植物園など観光施設も整備されている。大のソンクラーンと同時期に旧正月があり、 水掛け祭りも1980年以来観光資源として活用されている。ありがとうございます。